皆さんこんにちは、小場翔です。森口です。はい、今日のテーマはなぜ日本人は東大合格者ランキングが好きなのか、教育格差、学歴格差への処方箋を教育ジャーナリストが提案ということでございます。はい、何度かね、記事を取り上げたことがある教育ジャーナリストの太田利正さんの本ですね、学校に染まるなバカとルールの無限増殖ということで、こちらの本から、抜粋した内容なのかな、インタビューなのかな、ちょっとわからないですけど、Yahoo ニュースになっていたので紹介をしてみたいと思います。はい、で記事が例のごとくすごい長いんですよ。はい、なのでようやくしてかいつまんで紹介するので、ちょっと文脈がおかしい部分とかもあるんですけど、ご容赦ください。気になる方はリンク概要欄に貼っておくので、ちょっと見ながら聞いてもらえればと思います。親ガチャはある、子供本人には導入もできない、生まれによって学力や学歴にどうしても差が生まれてしまう傾向があるということだと。うん、親の社会的経済的地位が子供の教育成果に与える影響については、塾や習い事に行ける機会や私立のいい学校に行かせてもらえる機会の差によるところが大きいのではないかと思われるかもしれないが、実際にそんなに単純な話ではないと。行動遺伝学者の安藤さん、これね、安藤さんの本いつも僕紹介してますけども、によれば、学業成績の個人差の要因はざっくり遺伝が 50%、 家庭環境が 30%、 その他先生との出会いのような偶然性ですね、こちらが 20% だと。社会経済的地位以上に遺伝的要因が親ガチャを左右しているらしい。社会経済的地位が低い家庭で育った人でも、学業において有利な遺伝的特性がある人は言語能力の獲得が早く、上昇志向も強く、経済的に豊かになる傾向があるそうだということですね。でここはね、ちょっとごめんなさい、さすがに挟ませてほしいんですけど、はい、もうこれだけね見ると、大学受験とかも全部これ遺伝が 50% あると見えるじゃないですか。はい、これ違います。はい、違います。で、あくまで小学生の学力テストにおけるその学力の調査なのと、これ日本人のデータとは限らなかったりするんで、それ安藤先生の本をちゃんと読んでいただくか、学力と遺伝っていう動画をメインチャンネルで2つほど僕上げているんですね。そこでめちゃくちゃちゃんと丁寧に説明をしているので、これは見てください。この記事だけを読んで、あ、5割遺伝で決まるんだ、もう終わったわみたいな、うん、そんなね単純な話じゃない。はい、遺伝っていうのはなんか英語ができるとか数学ができるとか、うん、野球がうまい、サッカーがうまいみたいな、そういうものは遺伝じゃないんです。うん、はい、なのでちょっとここの、ね、記事の部分は若干ミスリードなので注意をしてほしいなというふうに思います。はい、では家庭環境だけでなく遺伝的要因にまで配慮して介入した方がいいのだろうかと。学業において不利になる遺伝的特性を持って生まれた子どもにはより良い教育環境を用意して手厚く勉強を教えるなどの特別対応をすればいいのだろうかと。これはだからその苦手な子に対してってことですよね。はい、うん、でもそれはかけっこの遅い子にあの手この手で足が速くなるように介入するようなものである。かけっこが好きじゃないのにそればかりやらされるのは余計なお世話というものだと。しかし勉強に関してはそこまですることが正義であるかのような気がしてしまうから不思議である。かけっこが遅くても絵が下手でも社会に出てから困ることはあまりないが、勉強できないと社会に出てから苦労するとみんなが思っているからだと。学校は得られる人生が学力によって変わってしまうという思想を子どもたちにすり込む巨大な装置として機能している。まあ、義務教育だけでも9年、高校まで入れると12年、子どもたちは常にそういうメッセージを受け取ると。18歳時点での大学入試の結果によってほぼ決まる最終学歴で社会に出た時の地位や収入が違うのは当然だと思い込まされていると。これが親ガチャという理不尽な諦めのニュアンスを持たせた言葉になっているものの正体だということなんですね。はい、でそもそもなんで私たちは競わなきゃいけないのか、しかもなぜ学力で競わされなきゃいけないのか、ね、そこに関してちょっと太田さんはさらに言葉を続けています。江戸時代の士農工商という身分制度が明治維新でなくなり、誰でも努力すれば立身出世できる能力主義のシステムが導入された。まあ、ちょっとごめんなさい、ここもねごめんなさい、若干突っ込ませていただくと、もう今の新しい日本史の考え方だと、はい、そうとは捉えてないですね。はい、ちょっと気になる方は日本史の教科書とか、はい、読んでいただいて、山川の教科書とか読んでいただければ分かると思うんですけど、でもざっくりね、ざっくりその要は、明治になってその官僚制に移行していくというところの中で人を取り立てたりするために官僚的なその試験だったりとか、はい、大学の試験ができたというそういう流れというのを皆さん知っておいていただければと思います。はい、一応ね記事にもちゃんと後ろにフォローがあってですね、全国津々浦々から優秀な才能を吸い上げるネットワークとして学校制度が整備された、急ピッチで全国に小学校を設置し、そこで努力して頭角を現した子どもたちが上位学校に進学し、さらに頭角を現したトップオブトップが現在の東大である帝国大学に集められるピラミッド型の学校制度である。この側面もあるんですけれども、はい、教育制度の充実化っていうのはまた別の側面もあるんで、そこもちょっと日本史の教科書を読んでください。はい、つまり学歴は上位の社会階層に行くための通行手形として機能していると。少なくともスタートの時点では全国民に同質の教育が与えられるようになった。そこから先に学業成績に差ができるとしたら本人の努力の差であるというのが、無邪気な論理を社会として受け入れたと。一方で教育は立身出世の手段と見
はされていたので、受益者負担の原則が採用された。教育費は原則自己負担とされたのだと。まあ、その名残で、今でも日本は国際的に見て、教育に対する公的支出割合が低い国として有名だ。はい、まあ、アジアがって感じですかね。うん、まあ、日本がというか、はい、比較的アジアというのは、古くから官僚制度、まあ、中国とかそうですよね、はい、官僚制度が取り入れたりしていて、そういう国というのは、やっぱりその教育とか試験が立身出世の切符、まあ、あの、はい、通行手形になっていたので、うん、まあ、その分自分で頑張るっていう、うん、逆に言うと努力が報われるっていう、はい、まあ、そういう社会だったわけですね。うん、ただこれってヨーロッパを見るとですね、もともと規則性とか、うん、そっちの身分社会でやってきたので、うん、その試験っていうもの自体は、そのどちらかというと与えるもの、試験とかその教育を与えることで国力を上げることで、まあ、それで例えばその兵隊さんとかがね、ちゃんと教育されるようにしましょうとか、はい、まあ、農民がね、ちゃんとこう文字とか読めるようにしましょうとかっていうことを、まあ、やっていたという側面もある。違うとこ部分もある、うん、ちょっとこれは一言で世界史を僕がまとめるのは無理なんで、はい、東大の大論述ぐらい難しい話なんですよね、はい。はい。で、ちょっと記事続きます。学校教育の条件下で努力して成果を出していたのなら、しかも多額の教育費を投資したのであれば、努力や投資の分を社会に出てから報われて当然だという非常に合理的な論理を成立させてしまったと。でも実は教育達成には本人の努力よりも親の社会経済的地位や遺伝を含めた大きな意味での生まれが大きく影響していることが今次々と分かってきているのだということなんですね。はい、ではどうするのかということで、太田さんは2つ提言をされています。1つは、生まれの影響を完全に打ち消すような介入を行って教育の公平性を保つ方向性。もう1つは、学力や学歴差があったとしても、その差が社会に出てからの人生に過度な影響を与えないような社会システムに変えていく方向性だということですね。はい、うん、で、要するに前者は教育格差をなくそうとすること、うん、後者は学歴格差をなくそうとすること、はい、まあ、どちらかでも緩まれば、親から子への社会階層が相続されていく親ガチャ社会の構造がほぐされるはずだということなんですね。うん、はい、まあ、ここからもまあ記事は続くんですけど、引用はここまでにします。はいはい、で、ちょっと最後の部分にちょっと僕は一言言いたいことがあって、はい、多分親ガチャっていうのは2つ意味があって、はい、1つは生まれがいい人に対する親ガチャってあると思うんですよ。うんうん、例えば、はい、まあ、生まれた瞬間親が長子さんかとったり、うん、もう代々地主、はい、もしくはでっかい会社の社長さん、はい、生まれた瞬間、一生労働しなくていいこと確定みたいなとか、はい、とかね、はい、うん、まあ、そういうその羨ましいという意味での親ガチャっていうのと、はい、うん、2つ目は良くない側面での親ガチャ、うん、それこそ教育に無関心でとか、はい、それこそお子さんを虐待したりだったりとか、うん、まあ、きちんとね教育を施さなかったりとか、はい、そういう意味でのネガティブな親ガチャがあるんで、はい、うん、まあ、今回どっちかっていうと、そのまあポジティブな人に対する親ガチャの話がメインの親ガチャって言葉の使われ方になってるかなと思うんですよね。はい、で、まあ、やっぱり僕としては確かに教育格差とか学歴格差っていうものをどう捉えるかってことで言うのであれば、正直なところやっぱりその日本の制度的にやっぱ大きく変えないといけない部分があるだろうなって思う。はい、うん、ただそれを変えるのはいろいろあるんですよ。はい、太田さんもいろいろね記事にも書いてらっしゃるし、うん、あるんだけども、まずやっぱりその我々国民がそう思わないと難しいだろうなっていう。あ、だって結局さ、例えば今ね政治でもいろんな問題がどん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 もう毎月とか何なら毎週のように出てくるじゃないですか。あ、はい、うん、まあ、特に年末とかもなんかさ、政治家の人がさ、なんだ政治資金規正法だっけ、なんか忘れたけどね、はい、あ、ちゃんとこう経理上に書いてなかったみたいな、うん、なありましたよね。まあよ、はい、まあ、僕もちょっと詳しくはわからないけれども、うん、でもああやってちゃんとできてない人たちをずっと選挙で選び続けてきたのは我々国民じゃないですか。うん、だし、いろんなルールを決めているのも我々国民なわけですよ。はい、跳ね返ってくれば、はい、つまり結局そういうことにある種無関心になってるんですよね。あ、そう、どっちかっていうとその今って教育格差はあるかないかって言えばあると思うんですよ。うん、あるんだけど、なんかみんながそれをなくそうとか、うん、じゃあ学歴格差をなくそうって動いてる人もいるよ。はい、いるけど大半の世の中の日本人っていうのは、うん、興味ないんですよ。うん、そう、自分が与えられた場所があって、はい、そこで普通に生活できてればまあいいじゃんとか、うん、もっと興味あることがいっぱいあるよっていうことで、うん、別になんかこう教育格差をなんか是正してやろうとか、はい、なんかそういうふうに思ってないじゃないかな、うん、のと、あともっと言うと、はっきり言うとね、そんなことに関心を払ってるだけの余裕がない。そうですね、うん、だって今はさ、はい、それこそいろんな面でその生活が苦しい方々だったりとか、うん、まあ、例えばね、その増税がどうだこうだとかね、うん、子どもの教育費がとかね、うん、例えば東京都でさ、なんか世帯年収いくらあっても足りないとか、いろんな、うん、そんな話じゃん。はい、その状況でね、うん、日本全体のことを俯瞰してみて、うん、教育格差をなくそう、学歴格差をなくそうって声を上げられるかっていうと、うん、そんな余力がない。そうですね。そう、それだったらそんなことをねギャーギャー言って、まあ、理想論をかけてるぐらいだったら、はい、お子さんをサピックスにボーンって入れてみんな改正受けろ、どこ応援受けろとかやってる方が現実的なんですよ、逆に。うん、それが難しいとこだよね。うん、
うん、で確かに僕らみたいなその受験やってる人間が、はい、まあ、煽っちゃってる側面がゼロだとは言いません、うん、確かにゼロだとは言わないけど、はい、ただ現在の社会的な構造上これを否定することって難しいと思うんですよ。うん、そうですね。そう、はい、なんでかというと結局歴史の積み重ねだから、うん、その教育とか文化っていうのは、はい、つまり例えばじゃあ東大は誰でも入れるようにしましょうって、うん、できないじゃん。できないですね、原則、はい、なんでかというと別にじゃあみんな入ってもね、じゃあ例えば東大の一学年が、うん、じゃあ5万人になったら授業できるんですかってできなくなるじゃん、はい、ってことは何らかの選択をしなきゃいけない、うん、っていう状況の中でじゃあそこに行きたい人は一生懸命勉強するよねっていう論理的帰結っていうのは、はい、なかなかこれ打破しにくいと思うんですよね。そうですね、はい、そうだからそうなった以上じゃああなたは努力できたんだから、うん、東大の人は優遇されますよ就活で、はい、みたいなことがあっても、はい、うん、そんなに僕はおかしいことじゃないと思う、うん、けどちょっとねここで視点を変えてみて、はい、会社企業側の視点を見てほしいんですよ、はい、確かにまだまだいわゆる高学歴、まあ、高学歴っていうか高大学歴、うん、高大学歴が好きな会社はありますよ、はい、ありますけど、はい、結構多くの会社ってもう考え変えてて、はい、そう、そんなに別に学歴、確かに18歳時点での努力は確かに認めはするよと、はい、だけど結局大学入ってから何したのとか、うん、じゃああなた今何の技能があるの、どんなことができるの、どんな仕事ができるの、うん、もしくは将来どんなビジョンがあるの、はい、っていうところを重視して採用している会社の方がもう多いんですよ。そうですね、それは、はい、で学歴フィルターなんていう話も正直僕が YouTube 始めた、うん、6年半とかだいぶ前だけど、はい、とかと比べたら、うん、まあ、さらに緩まってきているんですよ、うんうん、なのではっきり言ってしまうと今は就職活動において確かに学歴は大事かもしれないけども、はい、それ以上に例えば人間性だったりとか、うん、大学で努力したことっていうのが、まあ、すごく見られている世界なんですよね、うん、で、はい、それを分かっているから多分親御さんとかご家庭も、うん、まあ、もちろんガチる方はガチっていいと思う、はい、例えば医学部とかも入んなきゃ話にならないからね、うん、うん、なんか一旦ね、なんかボーダーフリー大学行くけどなんか将来の夢医者になることですか無理だから、はい、そうとか例えばさ、うん、宇宙飛行士になりたいとかだったらもうね、はい、ボーダーフリーっている場合じゃないじゃん、うん、そうだけどだから結局いろんな考え方がある中でだから例えばまあそれなりの大学に行けるんだったら別に一般受験ガチらなくても、うん、推薦とかで行ったらってご家庭もあるしそれもそれ別に一個の正解だと思うのよ、うん、そうだからなんか個人的にはなんかその確かに太田さんのおっしゃる通り、はい、まあ、あの格差とかもあるしその方向性としてね、うん、いくつかの提案はできると思うんだけども、はい、多分現実的なそのプランの現実性みたいなところで、はい、まあ、ちょっと個人的にまだまだ難しい部分が今の日本社会にはあるんじゃないかなって思うね、うん、はい、だこれがまあそうはならないと思うんだけど、はい、例えば日本が経済的になんかすごく豊かになって、はい、ね、例えば就職新卒で就職もしやすくて、うん、で初任給もすごく高くて、はい、すごく高くなくてもそれなりに高くて、うんうん、なんかそのとにかく、まあ、ある程度こう勉強をねそれなりにやってきて社会に出ればまずもってねなんか生活とか奨学金で苦しむことはないよねっていう状態まで経済を持っていくことができれば視点も変わってきて、じゃあね、こういったことをどうしていくかってことに国民の注目が移っていくのかなって気はしますよね。そうですね、やっぱ優先度がどうしてもまだ他のことの生活とかの方がまず大事になっちゃうので、なかなかみんなその大きな視点で教育とかっていうことについて、まあ、一部の人間とか、まあ、あの多分僕らというか教育業界に携わっている方は考えているところあるかもしれないですけど、まあ、普通の人でなかなかそこまで考えている人っていうのは少ないんじゃないかなと思います。そうそうそう、うん、世の中のことよりまず自分だったりとか、ね、自分のお子さんで精一杯だ、ね、そっちの方が、はい、まあ、それは当たり前のことですよね、はい、やっぱ余裕があるからこそ視野が広がっていくんで、うん、まあ、そこはねぜひ把握していただければと思います。はい、はい、ということで本日の動画は以上です。最後にご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。